美術解剖学とは、主に人体を中心とした、生物の解剖学的な構造を美術政作に応用するための知識体系。主な研究対象は人間である。近代以前までは、騎馬像の需要から馬も研究された。他には、犬、家畜、鳥などがある。以下の解説は、人体の美術解剖学に関する内容である。美術解剖学は、 生体の体表観察では、的確に捉えることが、難しい体表面の起伏や構造を、解剖学的に認識することで捉えやすくしようとする。その目的から、体表の形状に最も直接的に影響を与える、運動器系すなわち骨格系と筋系が主に取り扱われる。その他に、循環器系は、 川上脈が皮下に観察されることから、その走行が取り上げられる。いわゆる内臓は通常は扱われない。皮下脂肪を含む結合組織も取り上げられることは少ない。代表であり、特徴的であるにもかかわらず、外生殖器も通常扱われない。解剖学を主な情報源とした応用解剖学の一つとみなされる。人種差、精差、 年齢差のように人類学や生物学また発生学的な情報も含まれる。また人体比率や顔の表情などを扱うのも特徴的である。このように美術解剖学は人体の造形の参考になる情報を様々な研究領域から集めて総合的に再編纂したものである。現在の日本では蒸気のような参照的もしくは教育的要素のものの 他に解剖学的視点で芸術作品を批評分析または研究する芸術学の領域としても解釈されている。解剖を美術として扱う分野と誤認されていることもしばしばある。アルブレヒト・デューラーによる人体比例図解剖学は名もなく捉えどころのない自然物に名称を与え概念化することによりその情報を共通して扱えるようにする働きがある。 人体表現の様式化は情報の共通化によって可能になることから、それを講義での解剖学的視点と見るなら、様式立った人体造形を確立していたエジプト、メソポタミアまで時代を遡ることができる。エジプト美術では、アマルナ時代を代表とする写実的な人体表現や、神として崇められた様々な動物の表現からも、 当時すでに緻密で冷静な生態観察がされていたことが伺える。ギリシャ美術、クラシック時代になると、ポルクリエトスによって、片方の足に体重をかけて、休めの姿勢をとるコントラポストが様式化され、また人体が美しく調和を持って見える理想の比例として、カノンが考案された。人体の外見から押しはれる基準は、古くから研究されまた実践されたが、 それを内面から解剖的手法によって把握しようとするのはイタリアルネサンス期に入ってからである。レオンバティスタール・アルベルティの絵画論には絵画における解剖学研究の必要性が挙げられている。レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖思考が描かれたのはこの頃であり、ミケランジェロ・ブオナローティもまた自ら解剖を行ったと伝えられている。 アルブレヒト・デューラーにより人体比例研究の成果として人体均講論4書が表される。解剖学者アンドレアスベサリウスによる解剖学書通称ファブリカが出版され、それまでにない解剖図譜の精緻さと人体表現から医学のみならず美術に対してもその後大きな影響を与えた。芸術表現のための人体解剖の必要性と、 その実践が記録として残されているこの時代が実質的な美術解剖学の誕生の時期と見ることができる。東京美術学校の前身である工部美術学校が明治9年に開校し、そこに教授としてイタリアから招かれていたアントニオ・フォンタネージとヴィンチェンツ・ォ・ラグーザによって解剖学が協定に挙げられたが教育科目として 美術解剖学が確立したのは、明治24年から30年代初期に、東京美術学校において、芸用解剖学が、森林太郎とその後任の久米、慶一郎らにより始められてからといえる。現在、東京芸術大学に美術解剖学の講座がある。講義は、美術大学をはじめ、美術系専門学校などで行われている。 いくつかの欧米の美術学校において現在も様々な形で美術解剖講義が行われている。これらは講師が人体の構造を骨と筋の組み合わせから解説し実際に描いてみせるものや講師の解説に従って生徒がデッサンしたり粘土で実際に造形するワークショップの形をとっているものなどがある。日本の美術学校で行われている美術解剖講義は 講師が壇上でプロジェクタやプレゼンテーションソフトを用いて解説をする形態が多い。20世紀後期から急速に技術を高めた CGI を多用する映像芸術の領域において写実的に人体を表現する際の知識として有用性がある。これは動画であることが多いので従来の形状の知識に加えて運動学を応用した知識も必要になる。また、 実在の人間や動物以外にも空想の生き物をあたかも実在するかのように現実的に表現する時なども有用である大学他多数の教育機関ありがとうございます